にちは、新谷まさきです。本日はこちらの素敵なカウンターキッチンのありますお部屋の方に来ております。ちょっとね、こちらの方を見てみますと、木目調のパネルがすごくね、おしゃれなキッチンになっておりまして、収納もこういう形で下と上に入れていただけるようになっております。で、水切り棚もね、こちらついておりますし、こちらをね、外していただきますと、シンクもね、かなり大きなものになっております。コンロも好みのものを置いていただけるようになっております。で、キッチンのね、隣にかなり大きな窓がついてますので、大変明るく、そして換気もね、バッチリしながらお料理していただきます。後ろ側には冷蔵庫や食器棚を置いていただけるように、幅もね、しっかり取ってありますので、快適にね、お料理もしていただきます。で、こちらのリビングのね、スペースもかなり広々としてますので、ダイニングテーブルやソファーも見ていただけます。またこちら角部屋もお部屋となってますので、こちらの西側の方にも、同じようにね、窓がついておりますのと、南側にこちら1階のお部屋ということで、専用のね、お庭スペースがついております。こんな感じでね、草もね、生えてこないようになってますので、大変綺麗なね、お庭で保っていただいてますね。まあ、ガーデニングをね、していただいたりですとか、お布もね、すっかり変わってますね。前もね、すっきりしてますので、日当たりも良好な部屋となっております。で、続いて、お隣がですね、和室になっておりまして、お隣もね、すごくおしゃれな感じで綺麗に仕上げていただいております。で、こちらも床沼スペースがありますので、こちらね、家具なんかも置いていただけます。で、収納の方がまずこちらですね、かなりこう奥行きもあります、押し入れタイプの収納と、で、こちらがハンガーパイプ2本ついてますので、お洋服かけていただけるかなり、大きな収納となっております。こちらね、扉閉めていただいても、本当にね、すっきりとしたこうおしゃれなお部屋になりますので、こんな感じですね。本当にすっきりとお部屋を使っていただけるようになっております。で、リビングにはですね、こちらカラーのモニター付きのインターホンもこのようについてますので、お顔をしっかりと確認して答えをしていただけるようになっております。リビングを出まして、まずこちらはですね、玄関のスペースになっておりまして、それで、ね、床の方もすごくおしゃれですし、作り付けの手術ボックスもすごくおしゃれですね。こんな感じですね。で、上にも何か置いていただけますし、本当に広々としてますので、小さなお子さんいらっしゃるご家族の方にも嬉しいですね。で、正面にも収納のスペースがございます。こんな感じでね、棚がこうついてますので、備長品などもね、ストックも置いていただきますね。で、水回りがこちらですね。まずお手洗いとなっておりまして、で、お隣が洗面スペースですね。お段差もね、全くありませんので、すごく安心ですね。こちらは浴室となっております。窓もね、ついてますので、換気もね、しっかりしていただけます。お湯もね、しっかりと溜めた方まで入っていただけるサイズとなっております。で、こちらがシャンプードレッサー付きの独立の洗面台と、隣が、室内の、ね、洗濯機置き場となっております。プラスでね、結構スペースも、脱衣スペースも取られてますので、お着替えもね、すごく快適にしていただけますね。で、お部屋、もう一部屋ございまして、こちらが洋室のお部屋となっております。こちらのお部屋ですね、床もすべてこう張り替えがされておりますので、大変気持ちよく使っていただけます。で、こちらはね、本当に収納スペースなどもございませんので、フルにお部屋を広く使っていただけるようになっております。こちらもね、両方窓がございますので、本当にどこのお部屋にいても明るいお部屋となっております。また、小学校もですね、もう歩いて本当に30秒ぐらいのところにございますので、ファミリーさんにとってもおすすめの物件となっております。詳しくは当社のホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心賃貸の先では、皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。バイバイ。